九州山地の谷間を流れ、多くの支流と交わりながら八代海へと注ぐ一級河川球磨川。日本三大急流の一つに数えられ、その激流で育った大鮎は強烈な釣り味で全国の鮎師を魅了し続けている。この地に通い27年、記録魚に挑み続ける一人の男がいた。お、まぶしいで、どうも皆さんおはようございます。35センチ、ね、いや俺も本当だよね、みんながびっくりするやつ釣ってみたいけどね。海、川、湖、すべてのフィールド、すべての釣りジャンルに対し最高のテクニックで最大魚に挑み続ける。その道を極めた釣り人を追う完全実況ドキュメント番組 G ワールド。シーズン終盤の球磨川で一尾の巨大鮎に挑む田島剛の釣りに密着する。最初の舞台は球磨村役場の下流に広がる瀬、通称二俣の梨の木。中洲によって流れが分断される荒瀬の本流筋、田島はその肩へと入線した。逃げられたって捕まんねえよ。30センチを超す巨鮎狙いとあって、おとりもこのサイズ。おお、素晴らしい。地元の仲間がキャッチしてくれた天然の鮎を放つ。いや別に肩だから釣り出しねや一番いいから、あそこ、ああいうところに縁に入ってるでしょ、それが餌を食べに出てくるんで、肩はね。まあ何しろ状況が悪くってね、一日やっても今0から5とか5匹とかそんなくらいなんだよね。まあたまたまいい場所入った人でね、10本とかって釣る人いるみたいなんですけど、ただそういう数がまとまるとこは肩が今度はちっちゃかったり、なんか普通はねこの辺はもう真っ黒にいつもはみ跡があるんだけど、全然はみ跡がないんで、もう曇っちゃってね、あの白い感じ。田島が27年通ってきた中で数、型ともに一番悪いと語るのが2021年の球磨川。暇なぐれかかんねえの。この時期につきものの台風やお盆に降った珍しい長雨など、正直ネガティブな要素は多かった。だいぶ水も多かったみたいでね、ちょうど今やっとここ何日かよく釣りができるようになったような感じで、水の状態はとってもいいと思うんですよ。水位が安定しているならどこかにいい赤がつき始めているはず。その場所を足で見つけ出す。流れの筋とヨレを交互に探りながら川の真ん中へ。一通り探った後は岸へ戻りながら、もう一度丁寧におとりを通していく。真っ白だな。お天気は最高だよね。水も最高、お天気も最高です。お、これかかったのかな、なんだろう今の。おお、かかったよ。うわー、でもかかり方が悪いな。受けちゃなきゃいいけどな、肉切れちゃなきゃね。貴重な一尾目、いかにもといった場所についていた鮎はどれほどの大きさなのか。何に対してでっかくねえと思うんだけど、寄ってきちゃうね。大してでっかくねえんだけど寄ってきちゃうよ。当たり方がいまいちだもんね。よいしょ。うお、まあまあでっけえなんだけど、長さは。はい、やっと1匹目。うわー、厳しいね。入線からおよそ40分。1匹目、まあまあ長さはあるよ。はい、
29.5 はあるね。はい。田島のタモ枠はその内々がちょうど30センチ。じゃあまたやってみましょう。この泣き尺をおとりにさらなるサイズアップを狙う。でっかい、まあ、石の石頭のポイントだったんだけど、いい位置でかかるから、もしかするとちゃんとした位置でついてるかもわかんないけどね。この様子を見守るのは野島玉蔵。一番弟子の釣りにアドバイスはない。今入んないから 1.55 に 0.8 足した。 0.8 と 0.5 だったんだけど、ここのとこだけちょっと流れが早いんだよね。だから今どう、 2.35。 もう一度同じポイントへ。お、おい、来た、俺来たぞ。すぐさま反応が返ってきた。抜く。なんとか一尾追加。うん、お鳥頃のサイズだね。ばっくり背がかりで、まあ、ちょっと入らなかったところ、今盛り足して入ったらかかった。数は少ないが追いは良さそうだ。やっぱりなんか真ん中の方の筋の方が反応がない割にはまだそれでもいいかもしれない。まあ、元気なやつはそういうとこにいるんかな。どうかね、25センチぐらいだこれは。おっと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 、あそこに行けば大鮎が釣れるかもしれない。そんな純粋な思いの積み重ねが田島の釣りスタイルだ。オッケー、かかったんじゃねえか。やはりいた。よし、かかってる。豪快に引き抜いた一尾。これも量刑だ。これ7ぐらいだねんかな、感じが。どうか。あー、でもまあ8はあるね。はい、この筋に1本で剣がついてねえかな。竿はガマアユパワースペシャル5引き抜き荒瀬の10メートル。やっぱりここのシワのところの方が良さそうな感じだな。向こう側まで入れても、このレングスを生かしここぞという流れにおとりを通していく。もう一回この手際から攻めて、一回それからもっと鏡の筆の方一回入れてみようかなと。お、お、今これかかったのに、あれ来た、これいいぞ。うわー、岡野さんが前持ってしてくれって言ったけど、ちょっと乗され気味だ俺の方は。確かな手応えを感じながらも、水中でカメラを構えるスタッフにプレスサービス。やばい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 、岡野さんが行くから逃げてる、一生懸命。チラリと見えたのは紛れもなくでかい鮎。28センチのおとりは優に超えていた。うわー、引っ張るね、なかなか肩が分かんねえぐらいの感じの。よーし、バッチリ背がかりで。うわー、これでっけえな、抜けねえ。いやー、寄せる寄せるよ、寄せる。早い流れの中で必死の抵抗を見せる2尾の大鮎。
強烈な引きを力でねじ伏せた。わわわわ、網が引っかかってるよ。なんていう手がかりで。これが激アユとの勝負。果たしてサイズは。痩せてるけどさ、長さはさっきのようかな、赤毛だ感じは。どうだんべ、ちょっと待って、しんちゃん、これで、これせいちゃん、これ水切ればぴったり尺はあるよ。ギリギリだけど。これでも細いと語った田島だが、見事な対抗。計測の結果は 30.6 センチ。熊川らしい見事な尺鮎だ。じゃあこれをおとりに、今度これよりでっかいの釣りますから、よく取っといてもらわないといなくなっちゃうかもしれないんで、根がかりして。これをおとりにする勇気もいりますよね。あんま見たことないでしょ。見せますよ。いいタイミングでいい場所に入っているのかが運命の分かれ道。調校プランを組み立てながら広大な球磨川を攻略していく。あそこのでっけえ石のすぐ裏は入れてねえんだよな。あそこ立てねえんだよな。そう、この日キャッチした4尾は全てこの周辺。深い川底は背頭にかけて駆け上がり、ここから流れは一気に速くなる。おっ、おー、来たんだね、これ。読み通りの展開。やはり同じ流れの中に鮎はいた。ほら、まあまあでっかいね。もう一回、もう一回、もう一回。鮎が動き始めたタイミング、このチャンスは逃せない。オッケー、よっしゃ、よいしょ、抜く。重て、半端じゃねえ重さが。ほら、デブデブの、だけど長さはさ、29センチ。やっぱあそこはよくかかるな。なんだかわかんないけど。すいません、すいません、ちょっと待ってください。長さはないが見事な対抗。これが球磨川の大鮎だ。だけどさ、巨大魚がいねえんね。尺門とかね、大鮎狙う時ってのがタイミングがね、重要なんで、簡単にパッてかかっちゃう時もあるし、何回か通し直してなんかパッとタイミングで追う時もあるんで、そのタイミング合えば見たこともないようなお前と出会えるんだけどね。初めてアユザオを握ったのは42年前。田島は52歳になった今も激流で腕を磨き続けていた。この球磨川においては昨年水害でだいぶこういろんな被害があって、まあ、ちょっと正直言うとこう取材するのにちょっと正直抵抗がありました。まあ、正直こう竿が出せただけでもすごく感動してます。でまたその中で、まあ、今回ダメだダメだと言ってたんですけども、見事な鮎がかかって、まあ本当は皆さんにもっとね、ヘビー級の鮎を見せたかったですけど、もうでも十分なほどの体高と重量感と、まあ、綺麗さもね、ものすごい綺麗な鮎が釣れたんで、まあもう満足しか言いようがないですね。いい赤をはみ、たったひと夏でここまで成長する魚が鮎。お、来たんじゃね。よっしゃ、これはいいかもしんねえぞ。春に遡上してきた鮎は次の世代に命をつなぎ、また次の年、海から川へと遡上する。どうだ、あるかな、どうかな。いやー、引くね、半端ね、横腹だったから。
でもなんか長さが情けだよ長さがねえよ。激しく釣り人を翻弄する魚。いやー出ねえか。感じあるんだけどな、すげえ。めちゃめちゃあるんだけど。田島は時間が許す限りロマンを求めた。アユ釣りってこんな小さいアユでもこんな大きいアユでも同じぐらい楽しいんで、小さい時には小さいなりにもその小刻みなキューって当たりと、まあ、すぐ魚は抜けちゃいますけど、まあ、そのシューッと泳いでってチャーッとかかる、またそれもすごく楽しいです。でこういうところでぐーっと深いところでどうなってんだっていう時ゴコーンってくるのもアユ釣りなんで、まあどちらも面白いアユ釣りなんで、そういうことを伝えていきたいなと思ってます。モテる引き出しをこじ開けた2日間、激アユに魅せられた田島の挑戦はこれからも続く。残念だけどお化けみたいなでかいやつは出ないか。出なかったね。もうまあ入れたいところはね、全部今日の水で入れたいところは全部ここで最後今入れてもう満足です。まあ、とにかくこれだけの魚を育めるこの球磨川っていうのは素晴らしいなといつも思います。まあ、夢がロマンがすごく詰まった川で、まあ、いろんな水害等があっていろんな悲しい思いもたくさんあったんですけど、またこうやって復活して魚が釣れるようになってみんなが元気に、地元の方もまた釣り人もこの川に来てですね、楽しんでいただければというふうに思います。自然に魚に感謝です。ありがとうございました。